もしましたね。まあ途中から入ったアルスランドとして初心者もいるという中で、ここで直接来た、なんというブラスト。まあターゲット誰にするかなって準備をしたわけですけれども、はい、いやまさかというキックで東が来た、東のボール、鋭いボールが入ってきた。ゴールキーパーから離れるボールです。ソンジリエはヘリング強い選手がニアサイド、東俊樹ヒエノスヘリング、左からコーナー、広島東のボールヘリングだ、コーナーからヘッドで2発決めています。東のボールが入ってくる、混戦になった。東大橋、前を向いた大橋、大橋引きつけて左の東、東のクロス、ヘディング、ナイス、ずらして左に出してドーグラス、ビエイラ来た、キープ、ただ取った広島は東俊樹だ。
ってきた。東から弁解から東、地上戦でいった3人三角形作って東から弁解から胸落とし
左足のシュート、いつだ、ノズダです、ノズダのシュート、そしてカプリーニの運ぼうとしたところ東がいいから大南から山根が内側へ、シミッチとのパス交換、奪った東の守備範囲、そうですね、いいカバーでした、しっかりと蓋をしました東俊輝。